志賀清は1870年に仙台で生まれます。ただ家が貧乏でちょっと育てる余裕がないってことでお母さんの実家に預けられます。でこの実家のおじいちゃんが医者だったんです。それでおじいちゃんの後を継ぐことを期待されるわけです。志賀も頭が良くていい感じに進学していきます。しかし志賀はおとなしい性格で患者とお話しするなんて自分には向いてないんじゃないかなーなんて思い悩んでいました。そんなある日志賀は顕微鏡に触れるんです。ミクロな世界に興味を持ちます。そしてこの時代は細菌学という分野が出始めた時でした。なるほど、研究医っていう道があるのかと志賀は自分の将来をはっきり見据えるようになります。1896年東大の医学科を卒業すると伝染病研究所に入ります。あの北里柴三郎大先生の下で細菌の研究をしていきます。北里大先生は妥協を許さない厳しい人だったんですが、それが志賀には合ってて熱心に研究に打ち込んでいきます。そして翌1897年日本で赤痢が大流行します。患者数は9万人にもなり4人に1人が亡くなってしまいました。この時はまだどれが赤痢菌なのかが分かってなくて治療法もなかったんです。これをなんとかできるのは伝染病研究所しかありません。そこで北里大先生は赤痢菌発見のミッションを志賀に与えます。超重大ミッションを与えられた志賀はアパートを引き払って研究所で寝泊まりしながら研究に没頭します。患者の便を顕微鏡で見ていきます。まあでも細菌なんていっぱいいるんで、どれが赤痢菌なのかを特定するのがまあ難しいわけです。しかも患者の便に近づいて自分が赤痢にかかっちゃうっていうリスクもあるわけです。野口英世が黄熱病の研究をしてたら自分が黄熱病にかかっちゃってそのまま亡くなるなんてこともあったわけですからね。でも志賀は研究に没頭します。健康な人の便と見比べて多分こいつが赤痢菌だなーっていうところまでたどり着きます。しかしこれを特定する実験方法がわかりません。そんなある時志賀は図書館である実験の論文を見つけます。それであれ、この実験方法を応用すればいいんじゃねって思いつきます。それで北里大先生に相談したら大先生もなるほどってなって、それで実験してみたらビンゴ、志賀はついに赤痢菌の特定に成功します。志賀と北里大先生はもう大喜びで、それで急いで発表します。この大発見は世界中で話題になって、赤痢菌にはシゲラという正式名がつきます。志賀の名前が由来になってるわけですね。さあ、江東大公園ですね。ここに志賀清の像があります。まあ、仙台生まれの偉人ってことで像が置かれているわけですね。で、志賀は晩年も東京大空襲があって仙台に疎開しています。その後は仙台よりももうちょっと南にある渡里郡っていうところに別荘を持ってて、そこで暮らしていました。で、1957年に85歳で亡くなります。まあ、赤痢ってね、今もあるんですけど、昔みたいにね、何万人も死ぬっていう病気じゃなくなりましたからね。だから志賀の功績っていうのはまあでかいですよね。